皆さんおはようございますただいまからまちづくり委員会を開会いたします欠席届が豊田委員から提出されております本日は政府委員長御選後最初の委員会ですので私から一言ご挨拶申し上げますこの度まちづくり委員長の充席を仰せつかりましたが円滑な委員会運営ができますよう公平公正にかつ 誠心誠意、努めてまいりますので、副委員長をはじめ、委員の皆様方の絶大なご支援とご協力をよろしくお願いいたします。なお、副委員長の委員長職務代行の順位でありますが、山津舞子副委員長、平井義人副委員長の順でお願いいたします。それではじめに、委員会運営にあたりまして、委員の皆様にあらかじめお願いしたいことを申し上げます。はじめに 本委員会のモニター中継等についてでありますが、昨年度と同様モニター要項に基づき、モニター中継を実施するとともにインターネット中継を行います。このため、委員での発言につきましては、あ委員会での発言につきましては、必ず委員長の指名を受けてからマイクを用いて行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。なお？ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、当面の間、ご発言いただく際は、委員は質問者席に、理事者は答弁者席にお移りいただき、発言していただくことといたします。次に、委員会室におけるパソコンおよびマルチプロジェクターの使用についてであります。まず、パソコンについては、 ノート型パソコンまたはキーボードを接続したタブレット型パソコンを使用することとし、委員会審査と無関係な用途に使用しないこと、委員会審査の録音や撮影は行わないこと、電子メールの送信などはしないこと、他の委員の迷惑になる行為を行わないことなど、使用基準に基づいて使用していただきますようお願いします。なお、 出席を求められた理事者や正規者にも、使用基準等の遵守を条件に、パソコン、その他情報通信機器の使用を認めますので、ご承知おき願います。また、マルチプロジェクターについても、使用される日の3日前までに届出をすることなど、使用基準に基づいて使用していただきますようお願いいたします。次に、 委員会室における携帯電話の取扱いについてであります本委員会においては原則として携帯電話を持ち込まないこととしやむを得ず持ち込む場合も必ずマナーモードにするなど委員会運営の支障にならないよう皆様のご協力をよろしくお願いいたします次にここであらかじめ本委員会の運営方法について申し上げますまず委員会における 局局のの審審査査順順は、審査案件がある局の県政順といたします。次に、委員会説明員の出席については、付託議案審査、報告徴収、請願陳情審査、一般質問ごとに関係する理事者のみの出席を求めることとし、特に報告徴収については、案件ごとの理事者の入れ替えを認めることといたします。 次に一般質問の取り扱いについてであります。一般質問については、委員会開会1会長日前の午後1時までの事前通告制としております。お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。この一般質問及び請願陳情審査は、関連質問も含め、1局ごとに、 各会派等に割り当てられた時間内で行っていただきますのでよろしくお願いいたします以上ご了承お願いますそれでは本日の委員会についてでありますが各局から理事者紹介と事務事業概要の説明を聴取するとともに都市計画局関係で請願1件の審査及び一般質問を次に建設局関係で一般質問をそれぞれ行うことといたします また本日も新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためこれまでの委員会において実施した対策と同様の対策を講じたうえで委員会を開会いたします。委員および理事者におかれましては的確かつ簡潔な質疑答弁を行っていただくなど円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いします。なお、本日は、 議会活動に関する情報発信の充実に向けた写真撮影を行いますのでご承知おき願います以上ご了承お願いますそれでは都市計画局の理事者理事者紹介と事務事業概要の説明を願います畑都市計画局理事はいおはようございます都市計画局理事の畑哲也でございます 住宅政策担当局長との兼務でございいいまますすどうぞよろししくお願いいたしますあの私ども都市計画局は京都ならではの魅力と都市活力の好循環による新たな価値を創造する持続可能な都市の構築さらに災害に強く将来にわたってすべての世代が安心安全で暮らしやすい街をつくっていくという大切な役割を担っていると考えてございます。 こうした認識のもとで関係局等もとも連携をし市民や事業の皆様事業者の皆様のご意見をしっかりとお聞きしながら京都の街のさらなる進化に向けて局を挙げて取り組んでまいりますので引き続きご指導たまりたまりますようにどうぞよろしくお願いいたしますそれでは新年度の都市計画局の理事者を紹介させていただきます都市政策担当局長の森聡でございます森でございます。 建築技術景観担当局長のな中山正則でございます。中山でございます。引き続きよろしく。都市企画部長の山口光でございます。山口でございます。ございます。再生創造推進室長の寺澤正人でございます。 まち再生創造推進室、都市づくり企画担当部長の島村康明でございます。島村でございます。どうぞよろしくお願いします。都市計画部長の文山達明でございます。都市計画部土木担当部長。都市企画部都市計画担当部長兼職の平井忠之でございます。 建築指導部長の高木勝秀でございます。ありがございます。よろしくお願い,いたします。公共建築部長の山本和弘でございます。山本和弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。公共建築部設備担当部長の竹村純一でございます。竹村でございます。どうぞよろしくお願いします。<laughs> 歩く町京都推進室長の大石正でございます。大岸 歩く町京都推進室事業推進担当部長の柳内勝氏でございます。歩く町京都推進室地域公共交通調整担当部長交通局自動車部担当部長との併任の王子武氏でございます。歩く町京都推進室土木技術担当部長の小川美でございます。 住宅室長長の前田田ででごござざいいまますす住住宅宅室事業担当部中明技術担当部長の上原智子でございます上原でございますす都市計画局の理事者は以上でございいいどうぞよろししくお願いいたします。 それでは、理事者、着席願います。山口都市企画部長、着席して説明してください。はい、ありがとうございます。それでは、 都市計画局が所管いたします事務事業の概要についてご説明申し上げます。お手元のまちづくり委員会資料をご覧ください。資料は、第1、機構役付け職員一覧、第2、事務事業の概要、第3、重要事務事業概要の3部構成で作成しております。それではまず、都市計画局の機構役付け職員についてでございます。1ページをお開きください。 都市計画局は、4部、3室、15課で構成しております。都市企画部は、都市総務課、都市計画課の2課で構成しております。次に、町再生創造推進室は、いわゆる新課調整の室組織でございます。おめくりいただきまして、2ページ、中段から3ページにかけまして、都市景観部は、景観政策課、風致保全課、開発指導課、 広告景観づくりり推進課課の4課で構成しております次に、建築指導部は、建築指導課、建築審査課、建築安全推進課の3課で構成しております。次に、4ページに移りまして、公共建築部は、公共建築企画課、公共建築建設課、公共建築整備課の3課で構成しております。次に、5ページに移りまして、 歩くま京都推進室も進化調整の室組織でございます次に6ページから7ページにかけまして住宅室は住宅政策課住宅管理課住まいまちづくり課の傘下で構成しておりますまたこのほか外郭団体といたしまして京都お池地下街株式会社京都第五センター株式会社 公益財団法人、京都市景観まちづくりセンター、京都市住宅供給公社がございます。続きまして、各課の事務事業の概要についてご説明申し上げます。8ページをご覧ください。はじめに、都市企画部についてでございます。都市総務課は、局の庶務、労務、経理、調査事務を担当するとともに4あ、両学校4、 都市総務課所管の外閣団体に関する事務、また、両学校5、建築、電気、機械の工事検査をはじめとする技術的事項の統括調整に関する事務等を担当しております。次に、都市計画課は、両学校1、都市計画決定手続きに関する事務、両学校2、京都市都市計画審議会の運営事務、両学校4、土地利用計画に関する事務、9ページに参りまして、両学校5、 都市計画法に基づく地区計画に関する事務、両学校10都市計画マスタープランに関する事務、両学校12共同型まちづくりの推進に関する事務等を担当しております。次に、まち再生創造推進室は、両学校1密集市街地災害路対策の推進に関する事務、両学校3まちづくり支援に関する事務、10ページに参りまして、両学校4 京町屋の保全および継承に関する事務等を担当しております。なお、昨年度まで町再生創造推進室で所管しておりました空き家対策の推進に関する事務につきましては、今年度から住宅室に移管しております。次に、都市景観部についてでございます。景観政策課は、両学校5、高度地区の特例許可の手続きに関する事務、両学校6、景観の保全および創出に係る施策に関する事務、 両学校8、景観需要建造物に関する事務、両学校9、歴史まちづくり法に基づく本市の歴史的風池維持向上計画の推進に関する事務、11ページに参りまして、両学校11、伝統的な町並みを保全するための伝統的建造物群保存事業等に関する事務、また両学校14以下に掲げる景観法に基づく事務等を担当しております。 風池保全課は、両学校3および両学校4、風池地区や自然風景保全地区における審査、指導に関する事務、12ページにまいりまして、両学校5および6、歴史的風土特別保,全保存地区や特別緑地保全地区等の審査指導、土地の買い入れ等に関する事務等を担当しております。開発指導課は、両学校3、開発行為の許可等、 宅地造成等規制法に関する事務13ページに参りまして両学校6違反行為対策等に関する事務等を担当しております広告景観づくり推進課は両学校二屋外広告物等に関する周知啓発両学校4屋外広告物等の審査指導等に関する事務両学校5京都にふさわしい屋外広告物の普及促進に関する事務両学校6 違反屋外,屋外広告物等の措置、指導等に関する事務等を担当しております。14ページに参りまして、建築指導部でございます。建築指導課は、両学校3建築、建築基準法等による許可及び認定に関する事務。両学校4、建築協定に関する事務。15ページに参りまして、両学校14、 京都市災害路にのみ接する建築物の制限等に関する条例に関する事務、両学校15、中高層建築物等に係る指導及び建築紛争の調整、調停に関する事務等を担当しております。建築審査課は16ページにまいりまして、両学校5、建築基準法に基づく確認、検査及び認定に関する事務、両学校7、建築物の環境配慮に関する事務、 両学校10福祉のまちづくりのための建築物の環境整備に関する事務両学校11宿泊施設に係るバリアフリー情報の公表制度に関する事務等を担当しております17ページへ参りまして建築安全推進課は両学校2及び両学校3違反建築物及び危険建築物の指導及び措置に関する事務18ページに参りまして両学校10 民間建築物の耐震化支援事業に関する事務。両学校14、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律に関する事務等を担当しております。次に、公共建築部でございます。公共建築企画課は、両学校2、私有建築物の建築計画に関する技術的事項に係る事務。19ページに参りまして、両学校3、 公共施設マネジメント推進に係る技術的支援に関する事務、両学校4、私有建築物の耐震改修等の推進に関する事務等を担当しております。20ページにまいりまして、公共建築建設課は、両学校2及び3、私有建築物の新築、増改築及び大規模改修に係る建築工事、設備工事の設計、施工及び監督に関する事務、 両学校4大型施設の設計管理事務等を担当しております。公共建築整備課は20ページ下段から21ページにかけまして、両学校2および3私有建築物の改修修繕および模様替えにかかる建築工事設計工事の設計設備工事の設計施工および監督に関する事務等を担当しております。次に、歩く町京都推進室は 人と公共交通優先の歩く町京都の実現を目指し、両学校1、歩く町京都総合交通戦略の推進、両学校に歩いて楽しい町中戦略の推進、22ページに参りまして、両学校7、駅等のバリアフリー化の推進、両学校8、観光地等交通対策、両学校10、京都駅八条口駅前広場の運営、両学校11、 市内周辺部における生活交通の維持確保に係る支援。両学校12、交通における新技術の活用等に関する事務等を担当しております。23ページに参りまして、住宅室でございます。住宅政策課は、両学校3、市営住宅の活用促進に関する事務。24ページに参りまして、両学校4、住宅施策の企画、居住の安定化の促進。 民間住宅のストック活用等及びニュータウンの活性化に関する事務、両学校5、空き家対策の推進に関する事務等を担当しております。住宅管理課は、両学校1、市営住宅等の管理の企画及び制度に関する事務、25ページにまいりまして、両学校2、市営住宅等の家賃滞納や不正入居等に関する指導等の事務などを担当しております。住まいまちづくり課は、 両学校1、住宅地区改良事業、住宅市街地総合整備事業等に関する事務、両学校3、市営住宅の改善事業等に係る事務等を担当しております。最後に、事務重要事務事業概要についてご説明申し上げます。27ページをご覧ください。まず、町再生、創造および都市計画の推進につきましては、持続可能な街を実現するため、 総合的な空き家対対策策や京町屋の保全継承密集市街地災害路対策等に取り組んでま,いりま,すまた、都市計画マスタープランに基づき、京都ならではの魅力と都市活力の好循環を生み出すという考え方のもと、地域ごとの特性を踏まえた都市機能の集積充実や、都市空間の魅力創出に向けた検討を進めてまいります。予算規模は4億2086万円でございます。 次に、景観づくりにつきましては、50年後、100年後に向けて京都らしさを守り、都市格の向上を目指すとともに、京都を文化と産業の息づく、持続可能な創造都市としていくため、京都の景観の守るべき骨格を堅持しつつ、地域ごとの特性に応じた景観づくりを推進してまいります。予算規模は6億999万円でございます。続きまして、28ページをご覧ください。 建築指導につきましては、歴史都市京都ならではのしなやかに強く持続可能な町の実現を目指し、京都市建築物安心安全実施計画に基づき取り組みを実施していくとともに、京都市建築物耐震改修促進計画に基づき、民間建築物の耐震化対策を推進してまいります。予算規模は1億8500万円でございます。次に、建物管理につきましては、 庁舎等の私有建築物を良好な状態に保つための維持修繕を行ってまいります。予算規模は二億三千五百万円でございます。次に、歩く町京都の推進につきましては、本市交通政策のマスタープランである。歩く町京都総合交通戦略二千二十一に基づき、人と公共交通優先の歩く町京都を推進してまいります。予算規模は二億六百五十五万円でございます。 次に、住宅政策につきましては、将来にわたって安心安全で暮らしやすい魅力や活力ある町を目指し、京都らしい住まいや住まい方を継承、発展させるとともに、若者、子育て世帯や住宅確保、要配慮者等の多様なニーズに応じた住宅の供給や、住情報の提供を推進してまいります。 また、落災、向かい島ニュータウンにおける地域主体の取り組みへの支援など、ニュータウンのさらなる活性化を推進してまいります。予算規模は4億3928万円でございます。続きまして、29ページをご覧ください。市営住宅管理につきましては、住宅セーフティーネット機能の中核的な役割を担う市営住宅の適切な維持管理を行ってまいります。 予算規模は39億4233万円でございます。次に、住環境整備につきましては、京都市市営住宅ストック総合活用指針に基づき、老朽化が進んだ市営住宅については、建て替えや改善等を総合的に実施し、団地内外の活性化を図る団地再生に取り組むなど、市営住宅の質と量の最適化や、コミュニティ再生とまちづくりへの活用等を図ってまいります。 また、地域の住環境整備やにぎわい創出を図るため、住宅地区改良事業および住宅市街地総合整備事業に取り組んでまいります。予算規模は35億8106万円でございます。都市計画局が所管いたします事務事業の概要等に関するご説明は以上でございます。以上でで理事事事者紹介及び事務事業概要の説明を終わりますそれでは 次の請願審査に関連のない理事者はこれで退席願います。お疲れ様でした。それでは請願審査を行います。請願第千百十四号。葬儀場の建設の指導を審査いたします。本請願につきましては。 前期の委員会の審査において留保となったものでありますが、新たにまちづくり委員になった方もおられますので、自社に補足説明を求めることといたします。高木建築指導部長着席して説明してくださいはい、ありがとうございます、えー。それでは令和3年度から継続審議されております。 右京区渦正西八岡町における、えー、請願第1114号、えー、葬儀場建設の指導を求める請願についてご説明申し上げますお手元の請願文書表をご覧ください請願者は記載のとおりでございます次に請願の用紙でございます一つ目に当該事業者により葬儀場の建設が予定されている当該地は 東映京都撮影所、うずさ映画村への玄関口にあたり、この場所に葬儀場が建設されることは、町のイメージ、ひいては京都観光のイメージを大きく失墜させるものである。二つ目に、建設予定地の前面道路である三条通りの歩道は、極めて狭い危険な状況で、常に交通量が多い。当該建設計画は、路線バス等が行き交う危険極まりない現状を考慮もせずに、 事故を未然に防ぐ車止めの設置計画もなく、道路境界ギリギリに計画された建物の配置は、自動の登下校等への配慮のない安易な計画であり、周辺住民等の生命の安全確保を考慮しないものであり、重大事故を誘発する恐れが懸念される。3つ目に、事業者は計画の説明の際には、建築確認が下りていない状況にもかかわらず、すでに建築確認がおり、 今にも建設に着手ができると思わせる虚偽の説明等を行っており、このような悪意のある事業者を放置することは社会通念上許されない。4つ目に、葬儀場建設に伴う児童等への心的ストレスは計り知れないものがあると懸念されるほか、すでに家族向きの施設が建設予定地の正方約180メートルに存在するにもかかわらず、さらに同様の葬儀場が建設されるのは、 周辺住民の個人資産を下落させるとともに、住環境等を守ることはできない。5つ目に、京都市総裁上の建築等に関する指導要項では、標識設置後、10日以内に周辺関係住民等に対し、計画概要を周知し、周辺関係住民等の理解を得るように努めることとされているが、建築計画上の措置等の説明及び配布物もなく、説明会を要望した住民へ、 会社の方針として説明会はしないと即答されているこのように周辺関係住民等の心情をないがしろにし説明の努力及び協議の場を持とうともしない事業者の対応は総裁上指導要項の不履行といえる以上の理由により標識設置後60日で建築確認を申請し建築工事に着手できると考えている事業者に周辺関係住民等への説明と協議の場を設け 周辺関係住民等と合意ができるまで建築工事着手の延期をするよう指導することを切に願うというものでございますそれではあのそれを言いますお手元のまちづくり委員会資料をご覧ください1計画の概要でございます建築主等及び地域地区等の規制内容は記載のとおりでございます場所は右京区渦政西八王家町14番他でございます 構造規模は木造地上1階建て高さは5メートル以下敷地面積等につきましては記載のとおりでございます。2、付近見取り図をご覧ください。本県の計画地は東映京都撮影所の南側、右京警察署から片平の辻駅に至る三条通りに面した交差点の北東角に位置しております。理面をご覧ください。配置図でございます。敷地の 東寄りに計画建物が配置されており総裁上指導要項に基づきリ地からの離隔距離4メートルを確保した計画となっております次に手続きの状況でございます令和3年8月以降の手続きにつきましては記載のとおりでございます請願用紙の5に関わる内容でございますが説明会につきましては令和4年1月16日に開催されましたが請願者をはじめとした多くの方が 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を懸念され、参加を見送られた結果、1名のみの参加に終わったため、改めて説明会を開催するよう、請願者と事業者に本心も加わり、開催日程や場所等の協議を行ったところでございます。また、誠意のない説明をしたことや、建築計画上、管理運営上の措置等の説明がなかったことなどの住民側の指摘につきましても、 説明会の場で丁寧な対応を行うよう、事業者に指導を行っているところでございます。なお、これらの説明の方法や内容等に関しましては、これまでも本市が行政指導として事業者に求めてきた内容を明文化,化する総裁上指導要項の改正を行い、本年4月1日から運用しているところでございます。具体的には、事業主に求める姿勢を明記し、 説明会は求めに応じ開催するよう詰めること、周辺関係住民等への建築計画上および管理運営上の措置の説明などを要綱に明記し、きめ細やかな規定としております。これにより、事業主が周辺関係住民等に対してより丁寧な対応を確実に行っていただくよう指導してまいります。次に請願用紙の2の交通環境への配慮に関わる内容でございますが、 事業者において検討がなされ、当該敷地に出入りする車両等からの見通しの確保、三条通りを通行する歩行者等の安全確保に対する措置について計画の見直しが行われているところでございます。次回の説明会では、その見直しの内容について説明がされる予定でございます。本市といたしましては、強制力をもって周辺関係住民等の合意がなければ、着手できないとする指導 をすることは困難と考えておりますが、関係者が双方の立場を尊重し、相互理解を図るよう働きかけるとともに、事業者に対しては引き続き地域からの要望をしっかり受け止め、丁寧に対応し、周辺地域の市街地の環境に十分配慮するよう指導してまいります。ごごご説明は以上でざざいいまます何かか質問はございません山津副委員長 あ山津委員長あの今、ご説明いただいた内容だというふうに思っておりまし今これまでもまちづくり委員会の方でも審議があったということも聞いておりますけれども、私も実際、この周辺を、ね、あの通ったことであったりしたことございますので、やはり大変広い道に面したところでの建設予定じゃないということは分かるんですね。なのでで今回こうややっってて上がっている声もやはり 理解できる部分がございます。で、いろいろと今後ですね、説明会も開催されるということですけど、でまた市の間に入ってですね、請願者とまあ事業者での開催日程の協議が行われるということですけども、協議の状況というのは、改めていかかがでしょうか高木部長。 はいあの先日4月14日でございますけれども本市同席の元地域住民と事業者との間で説明会の開催に向けた協議が行われたところでございます、えー、協議の場では事業者から説明会の場所のの場所の、えー、や開催の時期、えー、感染防止対策等について提案がなされました、えー、その結果ですね、えー、5月15日の日曜日に説明会を開催することで調整がな,なされたところでございます 説明会の開催のお知らせ、地域の皆様へのお知らせについては、近日中に事業者から請願者を含む周辺住民、具体的には総裁上指導要項の対象となります、本県敷地協会から100メートルの区域の皆さんに対して配布がされる予定というふうに聞いてございます。新型コロナウイルスのの感染状況がございますので えー説明会の延期についても想定がされておりまして、説明会開催の5日前までに両者の協議により判断し、延期の場合はその旨を周辺住民にえ速やかに周知されることとなってございます。以上でございます。山津委員長はい、ま説明会がまた開催されるということなんですけども、やはりある一定も住民の方がこう事業者に対してのこう信頼関係がね。 今少しちょっと薄れているところなんじゃないかなと思ってますでもちろんあの説明会に来ていただいて双方しっかりと納得していただくそった話し合いの場になることをまあ求めるんですけどそもそもやはりもうそんなんだったらもう話も聞きたくないとかねいう気持ちになって住民の方がこの説明会に来てもらえないようなことにもなってしまうんじゃないかというそういった懸念もございますのでしっかりとまあその周辺に対してこの説明会のお知らせっていうのは届いてい 配るということですけれども、やはりしっかりとそれが行き届いて、ですねあのきちっと住民の方も思いが届けられる場となるようなところでね、あの開催に持ってっていただくことを、あの市の方にもお願いしておきたいというふうに思います。で やはりあのまあいろんな声が上がっている中で私先ほども言いましたようにこの場所そのものの立地という点でいきますと大通りに面しているわけでもございませんしそういった点でいくとその請岸の2番にですねやはりあの交通に対する不安というのが掲げられているかと思いますでやはり三条通りのところに面してということですしバス停も京都市バスであったり京阪バスのバス停も あ京都バスですねバス停もあったりとかして、やはりはこう人の行き来もあったりするようなところでありますので、やはり本市としてや,はりやっていける部分というのは丁寧なまあ説明とか周知とかに合わせてですね、こういう交通問題に対する対応というのも、やはりしっかりとやっていかないといけないんじゃないかと思うんですが、その辺りいかがでしょうか。高木部長 はいあの当該計画地につきましては、まあ、信号機のある交差点の角地ということであること、えー、加えまして計画地の、えー、東端付近にはバス停もあるというような状況であって歩行者や、えー、自動車の通行に対する配慮が必要な場所であるというふうに、えー、十分認識しているところでございます。えー、本市からはですね、えー、事業者に対し 計画地の交通環境も踏まえた上で安全な計画とするよう指導を行っているところでございましてこれまでのところで事業者において建物配置や車両の出入り口の位置等について一部計画変更がなされたところでございます。 まあこれらの見直しについては既、すでに周辺関係住民等の皆様には資料として配布がされているところでございますけれども、5月15日の説明会において、説明される予定となってございます。引き続き、事業者には住民側の要望に対して可能な限り対応を行い、歩行者および自動車等の通行、その他の交通環境に十分配慮した措置を取るように指導してままいります、はい、山津副委員長。 またその交通の点だけじゃなくてです、ね、あの地域住民と事業者の信頼関係が築いていけるようなその指導というのはどう、改めてどうなんでしょうか。高木部長。はいあのえー、まだです、ね地,域えー、地域住民の多くの方がご参加される、まあ、あの説明会がまあ開催されていないという状況でございまして、まあ、そういった意味ではです、ねえー、今後、しっかりあの事業者の方が、 地域住民の皆さんのご意向を受け止めて、ですね、まあ、真摯に丁寧に対応していく、その姿をしっかりと見せていくことが必要かなというふうに思ってございます。あのまあ、そこをですね丁寧に進めさせていただくために、まあ、現在、ですね京都市の私どもあの担当の方が仲立ちをさせていただきまして。 同席をしててておお話はままずはさせいいただいておりますであの、まあ、5月15日の説明会の開催も、えーまあ、あの調整がされたところでございますので、まずは説明会の場でしっかりと計画の説明、そして地域住民のご意見をしっかりと伺うというところから、信頼関係を築いていっていただきたいというふうに考えているところでございます。山津副委員長はい 一部あの事前でご説明いただいたときにはその今回建設予定の葬儀場の中にです、ね、あの一部場所を提供してバスの3 えとバス停にあの提供してもいいというようなお考えも事業者さんおありだということも一部聞きましたやはりそれというのは今あのこの建設予定地のバス停というのはバスの接近表示器もないような状態で上屋もないようなところで,で、まあ、そういったところですからね。例えばあのそのバスの 道えバスの駅のような形でね事業者さんが提供するってなるとやはりその辺に住んでらっしゃる周辺の方からしたらやはり一部地域貢献といったところでそういったバスの乗降であったり乗り便性は高まったりということの期待もできるんじゃないかなと思いますしやはりあの共存共栄といったところでいきますとねやっぱり事業者さんもそうやって自分らの商売をやることだけじゃなくってそういったところでその地域でどうやって溶け込んで、まあ、一緒にあのまあ 運用して、まあ、共存していけるのかといったところの観点からもねやっぱりあのできることってまだまだあると思いますのでそんな話がそういった説明会でもいい意味で出てですねあのしっかりとお互いが信頼関係を取り戻していく中でえこの建物をどうしていくのか今後どうしていくのかといったそういった形でのねあのしっかりと有意義な説明会になることをあの切に願ってあの私の質問を終わります。 それでは進行いたします。えー、青野委員。それではお,、ね、お願いします。あの、まあ、この件につきましてはですね。あの、まあ、請願者、あ、の、紹介議員に。我が会派の、岩佐光彦議員、そして、まあ、自民党の田中孝則議員が。 湯沢議,議員のほうからも、あのこれまでの経過とか、詳細に期待していただいております、しっかりと対応していってほしいと、こういうことで聞いておりますので、あのまあ、そういうことで今後、引き続きやっていきたいと思っておりますが、で今、ご説明ありました、で山津委員からでさまざま質問がありまして、まあ、私もそういったことをお聞きをしたいなと思っておりましたけれども、改めてですね、 あのまあ、こういった請願、これ、5つの項目書かれております、まあ、それぞれ、そうだなと思った、もっともだなと思います、であのこれがまあこうやって出てきて、ですねこの、まあ、業者の受け止めはどう,どういう状況だったのかなというね、ちょっと率直な感想、まあ、それに対してまた、こういう声を受けて、ですね間に立っていただいて、さまざ、あ、まお聞きしてたように、まあ、次は5月14日にね、 この説明会も持たれると、こういう形でまあ中に入って、ですねこういう環境を作っていただいたわけですけれども、改めて、この業者さんの、ですね事業者さんの受け止めはどういう感覚であったのか、その後、どのようにですねまあこの変化というか、理解をされてるのか、納得いってない部分があるのかどうかとかですね、それちょっと率直に聞かせていただけたらなと思いますが。高木部長 はいあのえー、総裁上の建設にあたりましては、ですね、やはりあの少なからず、えーまあ、周辺の、えー、住環境への影響等が、まあえー、あるということで、いろいろと、えーまあ、これまでもですね、えーまあ えーまあ、紛争といいますか、いろんなやり取りが地域と事業者の間であったところでございます、でまあ、今回もです、ねえー、主に家族総向きの総裁上を、まあ、あの立地し、まあ、運営される事、まあ、業者さんでありますけれども、やはりあの、まあえーまあ、手続きに基づいて、えーまあ、説明はしていかれていたもののです、ね、まあ、十分にまあ住民さんのです、ね、ご意向をしっかりと受け止めるような、まあ、機会の確保ですとか、 まあそういうようなことが十分だったかというと、まあ、その点、えー、まあ あの住民の皆さんのご意向のとおり、ま,まだまだちょっとそこはしっかりとやり取りをしてい,ていただく必要があるということで、私どもの方からもそのように事業者の方にはしっかりまあ伝えてきたところでございますま。現在ですね、計画ありき、あるいはそのスケジュールありきということではなくて、ですねしっかりえまあ意見を聞いて、できる内容については計画に反映させていってほしいということについては、 事業者の方も真摯に受け止めてて対応ししようとといしているところでござまます青野委員分かりました、まあ、事業者の方も、ね、そういった方で受け止めをしっかりやって、まあ、今、動いているようでございます。な、ま、ん、あ、といっても、この事故は14日の説明会で、本当にあの皆さんに納得いただけるような、また納得いただけるように丁寧なです、ね、説明をしっかりやっていただきたいなと、まあ、これを思うばかりでありますけれども、まあ、やっぱり。 ここういういとをですねやっぱり信頼関係、先ほどもありましたけれどもね事業者とその地域関係者の方々との信頼関係をやっぱり作っていくというのがこれはもう大前提になっていくのではないかなとであの事業者の,その思いもしていないようなところに行くことがですねこう行くようなこともあるでしょう、それはやっぱり最初の部分のやっぱり信頼関係が損なうとボタンのかけ違いみたいな感じで,ですね思わぬこう状況に陥ってしまうと。ここういうよういよなことは これまでもいろんな箇所でっあったわけでございますので、まあ、そういった意味ではこ、この件についてはしっかりとです、ね、やっぱりこの引き続き指導をやっていただいて、まあ、この5月14日の結果をまたあの私どももしっかり見てまいりたいと思います。でまあ、このことを通してです、ね、ちょっと私が気になるのは、まあ、これからこういう家族葬みたいなものがね、これはもあちこち、もうすでにあちこちやっぱり出てきています、大型のものから今小型になってきて。 その分やっぱり住宅地にそういうのがどんどん、ね、できていく、でこれはあのさ当然、その地域にとったら突然来たらですねなかなかやっぱ戸惑いがあろうかと思いますがしかし、社会全体から見たらやっぱりこれはこれでね、まあ、必要な施設ということになりますからどうその地域としっかりと連携し折り合いをつけあるいはそういう環境をつくっていくためにはですねこれやっぱり、 こ,れはこの事業者うんぬというよりも、この業界といいますかね、そういうようなところにも、ですね市としても、何らかの形でガイドラインみたいなものを作っていただくように指導していくとか、そういうようなものも必要ではないかなと、こう思うわけでございます、これが1点と、それに関連してあ今回ね、要綱、明記されたということで、これはもう素晴らしいことだと思います。そののの要項にに沿ってやってててやいいくここことともまさに今この住民の方がが求めていらっしゃることが を明記していこうとこれに従って事業者の方もまずはその土台っていいますかねベースに乗って動いていけるわけですからそういった意味では市の取り組みについてはこれ評価をしたいと思いますけれどもこのことを踏まえての,この事業者全体のです、ね、A の,このガイドラインうんとかそういうようなことはこう働きかけが可能なのかそういうことは必要だと私は思うんですけれどもその点 いいいかかががでごござざまますす高木部長、はい、あ,のありがとうございますあの、えー、今、えー、おっしゃっていただきましたように、初めのです、ねえーまあ、信頼関係、えー、それを築き上げていく、まあ、スタートに立つことが非常に重要であるというふうに考えてございます。であのお話しいただきましたように、総裁上要公の改正を行いまして、 えーまあ、のまずは、えー、事業者としての姿勢をですね、まあ、丁寧に周辺の住民の皆さんに、えー、誠意を尽くして対応するようにというようなことで明記をさせていただいた上でですね 建築計画管理運営上の措置についても丁寧に説明するようにということでさせていただいたところでございますがこの要項につきましては関係事業者関係業界の方にもお知らせをさせていただきまして要項はこのようになったのでしっかり周辺の皆さんへの説明を丁寧に。 そして、求めに応じてしっかりと説明会を開催してほしいということは申し上げたところでございます。あのまあえー、引き続き、ですねより分かりやすい説明をしてい,、えーさしえー、していくという意味で、ですねあの、まあ、何かそういった、えーまあ、情報発信も検討してまいりたいというふうふに思いますけれども、現段階ではあの、改正した要項の内容について、しっかりと説明を、まあ、業界の皆さんにもさせていただきたいというふうに考えているところでございます。青委員 あのまあよろししくお願いいたします、まあ、引き続き、この住民の皆さんの,です、ね、この,この請願の趣旨にしっかりと寄り添ってです、ねで、なんとかあのこの最後の5番の,、ねえー、この最後にこまさにこの周辺関係住民とです、ね、合意ができ,るまで,できるまで建築工事着手の延期をするようにとこう指導することとにこうう、ね、書かれてますから、まあ、これをしっかりとあの本当に答えられるように。 えーまあ、とにかくこの14日のあれですね、説明会、これが大きな、あこの、まあ、なんて言いますか、山になるんですね、ここはしっかりどういうふうに展開されるかということでございますので、まあ、それをしっかり見守っていきたいと思います。私の方からは以上でございます、はい、高木部長 5月の15日に次回、はい、あの説明会というところでございますが、まずはあのその場をです、ねまあ、しっかりまだ丁寧な説明を行うとともに、えーえー、住民の皆さんの要望に対して、えー、しっかり受け止め可能な会議り対応を行うということから、まあ、スタートするかというふうに思いますので、まあ、そういったやり取りを継続していっていただく中で、信頼関係も築き、えー、より良い計画にしていっていただくように指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。 え続きまして、中村委員、よろしいですか、はい。ほ、はい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 、にございませんか、はい、天方委員。天方委員。はい えっとまあ、あの確認ということで、ちょっと質問をさせていただきたいと思いますけど、あのえー、私がまあ議員に、まあ、初当選させていただいたのは平成19年でございましたが、あのその当時、まあ、議員になる前にですね、いわゆるあの地元の私は西京の片木原ですけど、まあ、片木原小学校から近くのです、ね、川島町市町で、まあ、葬儀場の建設の、 問題があって、まあ、大変地域の方も巻き込んで、まあ、いわゆるまあ葬儀場建設についてのまあ反対運動がまあ展開をされたというようなあの状況もございましたであのその当時、うん、なかなか学校という施設に近いとか遠いとかいうようなことで葬儀場の建設については あできるとかできないという判断があ条例上は法令上はなかったというようなところで展開がされましたけど今回もまあこ,のこの請願についてはあこの4番ですか、えー、同じようなまあ状況にあるというふうに、えー、この請願の文書の中にもございますが平成19年のその当時とですね 今の令は4年を迎えてますけど、何かそれについて変化が法令上あって、そして変化がない場合はです、ね、どういう指導ができるのかどうか、まあ、お尋ねをしたいと思います高木部長、はいあの。葬儀場の立地そのものにつきましては、えー、用途地域の、まあ、におけるです、ね、用途の制限と でえーまあまあ、集会所が、まあ、できる、できないというところでの判断となりますので、あのまあ、そういう意味ではあの、えー、立地規制そのものに変化があったというわけではございません。えー、ただです、ねまああのまあ、中高層条例での、えー、に基づく住、えーまあ、環境へのです、ねえー、懸念点について、しっかり説明するようにということであった点については、あのまあ 100, 100平米を超えるものが対象でありましたけれども、総、ま、裁、あ、上要項ができたことによりまして、す、ま、べ、あ、ての総裁上について、 あのまあ、しっかりです、ねまあ、その辺の、えー、説明をすること、そしてあの建築計画上の配慮をすることということで、あのいくつか指導内容も、要、え、項、ー、の中に入れさせていただいております、まあ、そういったことをです、ねまあ、事前事前に、まあ、しっかりと検討していただき、地域のご意も聞いて、えーえー、建築計画や管理運営上の、えー、措置に反映させていただくということを通じて、まあ、より調和したものにしていっていただくような取り組みを進めているところでございます。 あの平成19年当時でしたら中高層条例に基づく指導というようなことでしかなかったというふうに思いますしそしてまあこの5番では説明会をですね実施をしてそしてより広くご近所の皆さんに丁寧に説明をすることというようなことでございます。当時も説明会は 必ずしなければならないものということでなく近隣の方にいわゆる葬儀所建設を始めますというようなことでポスティングをすればですねそして意見がある方はどうぞというようなそういうビラを配る程度そして必ずこれだけの世帯にしなさいと近隣にこ,れこの範囲でやりなさいというようなことも ないような状況でございましたんで、そういう意味では、しっかりと今の特にです、ね、100平米以下についても、京都市においては建築指導要項をしっかりと作られていると、そして中高層条例に、えー、と等しくです、ね、詳細な内容をその指導要項にも詰め込んで、今後指導されていくというようなことでございますから、 しっかりとそれに基づいて広く住民の皆さんにご理解をいただけるように頑張っていただきたいというふうに公平性の中でですね、京都市がその役割を担っていただきたいと思いますけど、いかがお考えでしょうか。高木部長 はいあのまあ、今回につきましてはあの、面積としては100をちょっと超えるというところで、まあ、中高層条例の手続きも必要なものになってまいりますけれども、あのまああのえー、説明会の開催は、あの求めに応じてです、ね、あの開催するように努めることということは、まあ、今回、 小規模な総裁所要項の中でもしっかりと書き込まさせていただいて全てのま総、あ、裁、えー、所についてまあ、説明会の求めには応じるようにまあ、努力するということはいらさせていただいているところでございます総裁所要項の方が、えー、周囲100メートルの範囲内の皆さんにお知らせをするというところ、えー、またあの中高層の段階よりも早い段階でお知らせをしていただくということになっておりますのでまあ、そういったところでまああの早い段階から信頼感 関係のもとに調和した計画にしていっていただくという意味では、すべての総裁上の案件につきまして、そのような規定になってございますし、私どもとしても、ですねあのご相談え等があった段階では、早い段階でしっかりといろいろ,いろえーまあルール、説明をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。はい、よろしいいですかか、はい、他にございませんか、はい、なければ 取扱いはいかがいたしましょうか。自民党はい、はい、どうぞこの件については先ほどかお話がありましたようにまだ行政の方もですね指導しているまあ進行形ということもありますので留保としたいと思います。はい共産党 とあの,の中身ですけれどもあの、お答弁にもありましたとおり、5月15日に説明会がされるということで、まあ、これまで説明会らしい説明会がまだされてないということや、まあ、今あの、周辺住民との信頼関係という話がありましたけれども、まあ、懸念や課題、まだまだあると思いますんで、あの住民の皆さんと事業者の皆さんがきっちり話し合っていただくということで、まあ、進捗の途上だということで、あの留保したいと思います。 では公明党。私どももあの今、まさに今、動いているところでございますので、もう少し進捗を見てということで、今回、とといいうことでお願いします民主・市民フォーラム。 留保でお願いします、はい、無所属の森川委員、はい、私も留保で結構なんですが、まあ、あの説明会の状況ですね、またあのこの委員会等でしっかりあのご報告いただくように、よろしくお願いしたいと思います。以上です、はいはい、それでは本請願については、留保とすることにご異議ありませんか。 それでは本請願については留保といたします、えー、次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした一般質問については休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います合わせて1時間が経過しましたので ただいまから換気を行いますしばらくそのままでお待ち願います それでは一般質問を行います昨日までに山本圭一委員から市街化調整区域北山山岳区でのまちづくりについて山本陽子委員から小金塚地域循環ボランティアバスの運行について及び京都駅八丈口タクシー乗り場について西野委員から大岩山の是正工事の進捗と周辺の指導についてそれぞれ一般質問の申し出がありました。 そこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますそれでは一般質問を行います市街化調整区域北山山岳区でのまちづくりについて山本啓一委員どうぞ 山本一よろししくお願いいたします私から支外下調整区域、これは各行政区、まあこういう地域あるかと思いますけれども、その点でまあ北山山学に投資して質問したいと思います。この北山山岳、まあ小野郷中川、鴨川とあります、で小野大森、そして杉坂、真弓、そして鴨川とあります。この 三国ですけれども、まあ、この市内中心部からです、ね、十数分、または三四十分で行ける、まあ、こういう,う距離にありながらです、ね、やはり豊かな自然もあり、えー、そのまあ美しい景観を今背景に多くの史跡、えー、名所、まあ、地域独自の、ね、伝統文化もまあ残しているこの地域でございます。そしてまたこの 林産物の生産、まあ、それが主に産業としてきた地域ですけれども、まあ、近年、やはり木材需要の減少、またそ,のそれによってです、ね、まあ、地域経済の低迷、またライフスタイルの多様化などをまあ原因として、まあ、一流市人口減少、そしてまあ少子高齢化に伴う学校の休校とか、まあ、バス路線の廃止。 まあ、とうとうあったんですけども、この地域住民のまあ、生活に直結するまあ、共通のこの課題を抱えているところでございますえ、これが今この北山さんかの現状だと思っております。まあ、そこでお聞きしたいんですけども、まあ、これ京都市ではこの地域の状況をね。まあ、どのように把握されて、またこれまでどのように対応してきたのかをまず経過からお伺いしたいと思います。 平井都市警官部土木担当部長。はいえー、北区の,あの北山山学区につきましては、えー、議員をなご案内いただきました総理、市内中心部から比較的近い距離にありながら、豊かな自然が残っている緑豊かな地域でございます。一方、議員ご指摘のとおり、えー、少子高齢化が進展してまして、人口減少傾向に歯止めがかからず、空き家の増加など、多くの課題を抱えている地域であるというふうに認識してございます。 そのような状況の中で北山山学区の地域住民が主体となりまして平成26年の3月に北山山学まちづくりビジョンこういったものが作成されまして現在100年後1000年後に地域の宝を残していくためにさまざまな活動をされておりますそもそも北山山山学区につきましては都市計画法に基づきまして市街化調整区域に指定されていることから無秩序な市街地の拡大が抑制されておりまして豊かな自然環境や 良好な営農環境を保全するために開発許可制度によってて開発建築行為が厳しく制限されてございますそのため、本市としましては、これまで守られてきた自然環境の良さを守り続けるために、スプロール的な乱開発をしっかり防ぐ必要がある一方で、既存集落の持続可能な維持、発展のためには、定住人口の確保、そして地域の将来像の実現にふさわしい土地利用の誘導、こういったものが必要であると。 いうふうに認識してございまして、平成25年以降、北山産学区におきまして、開発許可制度や地区計画制度といったまちづくりの手法についての説明会のほか、地区の皆様と意見交換を重ねてきたという経過がございます山本敬一今の答弁であったように、ですね、まあ、この間、まあ、地域に対してこの開発許可制度とか、まあ、地区計画制度といった、まあ、 町づくりの手法についてですね、説明会などをまあ行っていたりとの、今、答弁になったんですけれども、ただ、今以上にです、ね、この進展が見られない中ですね、このままではです、ね、この北山さん、額のまあ消費高化が進みますし、まあ、人口減少傾向にも歯止めがかからないというのが、まあ、目の当たりの現状ですし。 今現実、ここ5年間、ですねこれ、限界集約になるのではないかという、私も不安、まだ心配を抱いているわけでございます、まあ、そのためにも、やはり地域から、この都市計画区域からまあ除外し、制限を少し大きくまあ緩めてほしいという声もまあ実際にあると、私もたびたびその地区を訪れて聞いております。 えこの今後もですねこの地域のまあ生活文化、弾道の,段のま維持、また継承、図っていくためにも、この既存集落をはじめるとするまあ定住人口を確保することと、そしてまたこの地域の将来度の実現にまあふさわしいまあ土地利用のまあ誘導を図っていくことが何よりも重要だとえいつも思っているわけでございます。まあ、このの間ですね京都市ではこの令和3年5月まあ地区計画の 運用基準を改定されておりますし、持続可能で魅力と価値があるまちづくりを進めていくための支援もしっかり進めていただけるものとまあ認識しておるわけです。この,この市街化調整区域のです、ね、地区計画は、今まであまり使われた事例が多くなかったと記憶しておりますけれども、まあ、先般改定されたこの地区計画運用基準はですね、 今まで以上に使いやすくなったと伺っておるんですけれども、その点を中心にまあ制度の内容をお聞かせ願いたいと思います。平井担当部長、はい、えー、市街化調整区域における地区計画制度についてでございます。あの先ほども少しあのご答弁させていただきましたけれども、あの市街化調整区域では 開発建築行為が厳しく制限されてきたからこそですね豊かな自然環境そして良好な営農環境の保全が図られてきたものであるというふうに考えてございますしかしながら市街化調整区域では既存集落を中心に市街化区域以上に人口減少と少子高齢化が進行して農林業の後継者不足そして地域の文化コミュニティの維持が困難となるという状況が深刻化する課題が生じているとこういった現状からですねこの間 地域の方から制限を大きく緩めてほしいといった要望を受けてきたということ、これについては事実でございます。本市としましては、経験に都市計画区域から除外して、今の制限を緩めますと、どのような施設でも、まあ、あの例えば迷惑施設でもあっても、ですね立地できるようになってしまいますので、そうではなくて、既存集落の持つ良いところを踏襲した持続可能で魅力と活力のあるまちづくりの実現に向けまして、スピード感を持って地域の思い、 そしてニーズに応えていけるような、あの先般改定しました地区計画の運用基準、こういったものを十分に活用していただけたらなというふうに考えているところでございます。北山山岳学区のようなあ既存集落を対象した、こういったケースでは、えー、地域コミュニティ維持継承型という、こういう類型の地区計画でございまして、 従前は、自己居住用住宅しか建てられなかったところをです、ね、今回の分譲住宅であったり、賃貸住宅、こういった建築が可能となるように、住宅供給の選択肢の幅を広げたということ、それから居住者の生活環境の充実や、農林業や観光等の振興を図るために、地域の農産物などを取り扱う店舗、飲食店、こういったものの建築可能な用途に加えると。 ようなことなど地区計画の自由度を高めまして地域のニーズにできる限り対応できるよう見直しを行ったというものでございますなお地区計画の,あの区域の設定に当たりましては既存の宅地であった面積の合計の1.5倍までといった市街化抑制の考え方こういったものを踏襲したものではありますけれども十分に活用できる土地は生み出されるのではないかなというふうに考えてございます山本芸人 まああのただいま、この市街化調整区域におけるまあ地区計画、運用基準ですね、県に答弁いただいたんですけれども、この運用基準がね、うまく活用されて、今後、ますます市街化調整区域のまちづくりが進められる、それを期待しているところでございますま、そのためにもですこの市街化調整区域の方々が、このような制度をまあ詳しく知っていただいて、 実際に使えるようになっていくことが重要だと私も考えているわけですけれども、そこで今回のこの運用基準を市民、事業者の方にです、ね、どのように周知して、どのような支援を考えておられるのか、それをお聞かせ願いたいと思います平井担当部長、はいあの。山本議員ご指摘のとおりです、ね、市街化調整区域をはじめとする各地域の将来像の実現を目指しまして、 また多くの方が多様な住まい方を選択していただけるように、都市計画の側面からもしっかり支援していくことが重要であるというふうに考えてございます。そのため、今後、この制度による支援を幅広く行っていけるように、まずは地区計画のこの運用基準の内容を市民や事業者に広く周知するために、パンフレットを作成したところでございまして、来週の25日月曜日からです、ね、関係する区役所と支所に配下,配下していきたいなというふうに考えてございます。 パンフレットにつきましては、イメージ図とかイラスト、こういったものを用いながら、えー、分かりやすい言葉で運用基準を解説した内容としてございまして、広く市民の皆様に、えー、広報、啓発してまいりたいというふうに考えてございます。また、あの本市の市民参加推進計画に掲げる取り組みの一つでございます、えー、市政出前トークあー、このメニューの方にも、都市計画の項目を掲げておりまして、市の職員が地域に出向き、説明する場がございます他ですね、えー、専門家の派遣、 によりまして、支援制度、こういったものも設けております、それらの制度を活用いただきながら、今回の運用基準の啓発にしっかりと取り組むことはもちろんのこと、関係する区役所とも連携して、地域の思い、将来像をしっかり組み取りまして、地域の皆様にしっかり寄り添いながら、まちづくりを進めてまいりたいというふうに考えてございます。山本一 えその点よろしくお願いをいたしたいと思います。やはりあのよくまあ言われますけども、町づくりは人づくりということがよく言われております、私もその通りだと思っております。このまあ北山山山学区ですけども、まあ、自分の住んでいるこの地域をなんとかよくしたいという、そういう人が、ね、たくさんおられます、えー、私もよく常から聞いておりますし、まあ、そういったまあ熱になる人の,まあその取り組みがです、ね、しっかりと、 を結んで、この地域の生活、また文化などを維持、継承できるよう、またそういった人たちが、ですねやはり同じ仲間を増やして、そして地域づくり、まちづくりを展開してくるように、行政も皆さん、地域の皆さんとしっかり寄り添いながら、このまちづくりの支援を行っていただきたいと、そのように要望して、私も期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 この件に関連して他にございませんか。よろしいですか。なければ次に、小金津川地域循環ボランティアバスの運行について、山本陽子にどうぞ。 山本陽子委員はいえ、まず1つ目、小金塚地域循環ボランティアバスの運行について質問させていただきます。えー、山科はあの市バスが撤退した唯一の行政区でありまして、あの公共交通の充実は本当に住民の皆さんの大きな願いなんです。まあ、このことはあのおられるあの吉井委員もこれまであの大変尽力していただいてきたと思いますし。 また私も住民の皆さんの声を届けて、えー、先日はま小金塚で、住民の皆さんが669室の,あの署名を集めて、このバス守ってほしいという声を届けてきました。あの山科の議員は党派を超えてね、これは求めるべきことだというふうに私は思って頑張ってきました。でこの大変喜ばれていた京阪バスによる小金塚地域循環バス。 あの3月末に残念ながら運行終了ということになりまして、えー、続いて4月1日から小金塚地域ボランティアバスの運行が始められています。あのバスの運行を中断させないために、地域の皆さんの苦渋の決断で地域のボランティア活動でこのバス維持をしていただいているという状況です。まあ、このあのバスの運行、あの続けていただいておりますが。 今、どのようなボランティア体制で運行され、また利用者、1年間2200円の利用料など払っていただいて、登録していただいた方が乗れるということになっています、何人の登録の方がおられるのか、そして京都市は引き続き、どのような支援を行っていただいているのか、教えてください柳井荒久町京都推進室事業推進担当部長。 はい、あの山科・小金塚地域における生活交通の確保についてでございます。あのまあ、長年のご要望があって、あと、まあ、住民の方中心にいろんな、えー、社会実験を含む活動をされた中で、えー、平成31年3月に、京安バスによる実証運行が始まったわけなんですけれども、えー、事業の再産性でありますとか、えー、経営環境が悪化したということで、残念ながら本格運行できないと。 いうことで、えー、県バスの運行はこの3月で終了したというところでございます。えー、まあこの間、あの当室山下区役所地域3社で何度もまあ協議を行いまして、まああの先生おっしゃる通りですね、えー、地域においてまあ住民の足を確保すると、えー、したいしなければならないという強い思いを持って、えー、住民、えー、ボランティアへの無償運送を実施すると。 いう方針を決定されたものでございます。まあこの間四月を迎えるにあたって大変なあの準備作業を含めてご努力があったと思います。会長はじめ公害団地か自治連合会の皆様の決断と行動にまあ我々としても敬意を表したいと思っております。あの今の四月一日から運行されているボランティアによる無償運送の体制等々でございますけれども、あの運営主体公害団地か自治連合会 いうことでボランティア、われ聞いてます、3月末現在で78名のボランティアの方がいらっしゃるということで、そのうち運転手として33名、そのほか、天井車、あるいは事務保持者ということで45名いうふうに聞いております。で まあの無償運送なんですけれども、ガソリン代等の実費は負担利用者に負担していただくということになっておりますので、会員ということで、現在289名の方に登録いただいているというふうに伺っております。で我々京都市としての支援でございますけれども、あのこれにつきましては、地域主体の生活交通確保補助金と。 いう制度を作っておりまして、交通事業者による運行が困難な地域において、地域団体等が主体となったこういうボランディやバス等の取り組みに対して支援を行うと、車両費でありますとか保険、安全対策費等の経費を上限ありますけれども補助させていただいているというところでございます、はい、山本陽子委員。 あの本当にボランティアの方78名だと、でもうすでに始まって、まだ間もないのに、289名の方が登録しておられるということでありました、もう地域のね力というの、本当にすごいと思いますし、これ、バスを維持したいということで、これだけ多くの方、登録もしていただいているということかと思います、まあ、しかしね、あのこれでいいということにはならないということを、早速あのお伝えしたいんですね。 あの先日、運行の状況をあの見に行かせていただいたんです、で私もあの乗せていただきました、あのやっぱりあの大きな、10人乗りぐらいのですか、バス,、えー、バスではなくて、バンみたいなね、大きい車で、自動車で運転していただいてますので、えー、交差点、曲がるところとか、あの通常でも事故がよくある、まあ、14, 号14号通りの,あの交差点。 危険だなと思いながら乗せていただきました運転手さんもよくよく注意もされています当日はその時は女性の方が運転手さんで女性の方もねこうやって協力しておられて介助者も女性で本当に地域を挙げて皆さんの協力で進められているということが分かりましたで、あのえっと最初の停留所で待っておられる役員さんお聞きしますと バス停に出て安全を見守っているんですけども、それをほぼ毎日出て見ていると、まあ、こういうご尽力の中で安全な運行が維持できているんだけども、これはいつまででも続けられへんわということをやっぱりおっしゃるんですね。あの自治連の会長が山科地域公共交通会議で、このボランティアバスは一時的なものであって、つなぎであると言われていることは、 やっぱり小金塚のボランティアの運行ではなくて、民間バスとか、市バスのような公共交通を保障してほしいという思いやと理解します。今の状況は、例外中の例外やというふうに思うんですね。えー、まあこれで良かったでは終わらない、この状況についてどう思われるか。で、あのこうやってバスを続けていただくこと、ご尽力していただいているその間にも、同時進行で、 公共交通のあり方、どうしていくべきかを、これ、最終の形ではないと思うんですね、あの議論していく必要があるというふうに思っています、まあ、それが山科地域公共交通会議、開かれている場で、住民の皆さんと一緒に議論していくべき課題だというふうに受け止めていますが、どうでしょうか柳井担当部長。はいあのー 地元の運行、私も4月1日に寄せていただきまして、先生がおっしゃっているような状況で、かなりたくさんのボランティアの方が出られてです、ね、危険箇所に立たれたりとか、あと、転井されて乗車の補助をしたりとかです、ね、地域を挙げて取り組んでおられるという状況は見てまいりました、はい、それであの自治会長の方も、これはつなぎだと。 おっしゃっているということも我々何回も聞いておることでございますただまあここの地域の運行につきましてはなかなか事業の再産性というところが厳しい交通事業者でま運行するのは厳しい状況ですで我々の方が多額の補助金を支出して 継続的にこう支援していくというのもなかなか難しい運行体系かなといううに思いますので今回です、ね、あのこういう形で住民ボランティアによる無償運送それを京都市が補助すると支援するという、まあ、この形というのは、まあ、今回この地域ではこれしか方法がなかったのかなというふうに考えております。での きょとしましては、この運行に必要な経緯をしっかり支援するということとともに、まずは当該運行が安全かつ持続的な運行となりをしっかりとこれ山下区役所も含めてサポートしていきたいという,うに考えておりますし、山下の地域工業交通会議、こういう場でも議論は続けていかないといけないなという,うには考えております、はい、山本陽子委員。 はい、あの今の状況があのしかないということではなくて、その周りにも地域の,あの中で交通不便の声が上がっています、全体的な交通網として、やっぱり考えることも必要で、あの今回、山科地域公共交通会議は、それが、その議論が可能な場だと思ってますので、ぜひ京阪バスさん交通局、住民など、知恵を結集して、続可能な公共交通、あの議論して作っていただきたい。 そしてやっぱりあの各地でこういう状況はニュースに出てきますね、新聞に出てきます。国の責任が果たされてないのも大きな問題だと私は言わなければならないと思っています。あの交通権を保障した上で国の予算と法整備の下で進めるべきこと、まあ、それを京都市としてもぜひ求めていっていただきたい。まあ、今回は以上としますが引き続きどうぞよろしくお願いいたします。このテーマでは以上です。はい。この件に関連して他にございませんか。 なければ続けて京都駅八丈口タクシー乗り場について、山本陽子委員、どうぞ、はいはいえーと。京都駅八丈口タクシー乗り場について質問させていただきます。えー、2016年にグランドオープンということで、まあ、その後5年経っています、えー、乗降場の運営業務は指定管理で、業務センターに引き続き、まあ、委託して運営されているとお聞きしました。 あの当時、オープンした時私も当初、初めて所属したまちづくり委員会でして、その時視察調査などもして、乗りやすい、利用しやすいです、ね、乗り場へと要望も届けてきました、でまあ、その中では JR 敷地の表示、改善も求め、進めていただいたこともありましたで、グランドオープンで環境整備は終わりということではないんだと。 その後も利用状況に応じて改善を進めていくということが答弁されていたというふうに思います。で今回、個人タクシーの団体協議会の皆さんにご意見をお伺いしました。まず一番にこれをなんとかしてほしいと言われたのが、ショットガンの第2待機場、鴨川西ランプ降下した駐車場についてであります。えー、っと えー、駅前の乗り場から2.4キロメートル離れていることから、時間的にも収益の点についても損失が大きいと、この待機場を近場にしてほしいというご意見であります、あ当初から出ていたことかとは思いますけれども、引き続きあるこのご意見については、承知しておられるか、またどのようにあの京都市としては考えておられるのか、お答えください。 小川歩く町京都推進室土木技術担当部長。はい、えー、タクシー乗り、えー、すみません、えー、京都駅八条口タクシー乗降場の、えー、第2待機場についてでございます。あのその前段で、あの今、先生からもちょっとご案内ありました、あの八条口駅前広場の整備につきましてあの、少しご説明させていただきたいと思います。えー、この、えー、広場のですね整備前ではございますけれども、えー、タクシーの乗り場、 折り場、そしてあの、待機場が同じスペースにございまして、まあ、出入り口で、あの、乗車タクシーと降車タクシーに加えまして、待機場に入りきれないタクシーが、八条道に溢れ出しまして、一般車や路線バス、あるいは、まあ、他のタクシー等の通行を妨げるというような状況でございました。このため、えー、駅前広場の整備に合わせて、乗り場から離れたところに、新たに第二待機場を設けまして、 駅前の待機場の空き状況に応じてタクシーを送り出す配車システムを導入してございます。でなお、ですね観光シーズンなど多くのタクシー利用が事前に想定される場合には第2待機場を経由せずに直接、駅前の待機場に入場できるような切り替えも行うなどの対応も行っているという現状でございまして現在それが運用されておりまして今あの、整備前に比べましてかなりまあ整然とした状況になるということでございます。で今あの 先生からございました、いわゆるその配車シ,システムの第2待機場の場所は遠いということでございますけれども、まあ、これにつきましては、まあ、そういうご意見もあるというのはあの伺っております。で、私どもがあのなぜあそこに設置したかと申しますと、えーえーとですね、八丈駅周辺におきまして、あのまあ、やはり待機場ですので、一定規模の、まあ、土地が必要であるということから、えー、さらにです、ねまあ、継続的な使用ができると。 いう用地をあの探しておりました。で、いくつか候補を挙げた中で、あの現在の場所はですね、まあ道路直きでもございまして、まあ車両治療も不要であると、なおかつ継続的な利用が可能であるということから現在のと場所を選定してございます。以上でございます。山本陽子委員、はい、マリウ、あのご説明していただきました。まあただタクシーの皆さん、このあのショットガンをね、あの利用すれば、一、えー、日数回 そして1年になれば何百回、ですねこの2.4キロメートルの間をお客さんなしで運行せなあかんということですから、運転手さんにとって大きな損失を与えることになる、でもう一つ言われたのは、その区間の間に本来乗せ,乗せることは自重すべきなのに、その待機場に入らない、ショットガンを使わない方が周辺でお客さんを乗せておられるということの不公平感ということもやっぱり言われておりました。 あのタクシー業界の皆さんにとっても納得いくような乗り場の運営をやっぱり改善することは、あのまずは団体の皆さんのご意見も聞いていただ、あの聞いて検討していただく必要があるというふうに思います。で、2点目、あのまずにあの2点目なんですけれども、シーズンや週末にタクシーの降り場に一般の車の方も入ってこられて、 その折り場のタクシー降り場の方にね、右の方にあにタクシー降り場がありますけれども、そこは一般の乗降場もあの、結節点がありまして、そこに入っていくところが大変混み合って、その信号で右に曲がれない、2、3回信号を待つということで、渋滞する場合があると、お客さんも運転手も困っているという状況で、まあ、こういった乗り場の問題点ということが、ね、あるということなんですけれども、この状況を把握し、対策はしておられますでしょうか。 は、担当部長。はい、えー、まず、あの第2待機場の距離の関係でございますが、あの先ほどご説明させていただきました。通りえー。尺治療がかからずですね。あのなおかつ継続停止をできるというところで、一番最も近い場所でございます。あのまあ、確かに、えー、タクシードライバーの皆様には一体ご負担をおかけしております。けれどもまあ、仮にですね。さらに近い場所に。 あの設定するとなりますと、もうこれは民用地しかございません。で、まあ、仮にあのそれを設定した場合には、やはりあの土地を借り上げる。 ことになりますので、その借地料ですとか、それにかかる維持管理費のコストが発生いたします。で、それにつきましては、最終的には個々のタクシードライバーさんにご負担いただくことになります。ですので、まあ、今現在も八条、まあ、通りの,です、ね、あの周辺の、えー、交通にですね、まあ、寄与していただいているというのは重々承知しておりますが、まあ、引き続き、この現在のシステムで運用したいと考えてございます。で、2点目でございますけれども、今あの、えー、一般車のこう車場と、 あのタクシーの、えー、オリーバーの関係でございますけれども、えー、この対策でございますが、えー、今、先生ご指摘のようにです、ねあの、どうしてもこの八条口の,あの土地の、まあ、制約の関係で,です、ねあの、ここはどうしてもその両方の車が、まあ、並走するというところがございます。で、これにつきましては、あの京都市におきまして、一般車両の降車場にですね、ガードマンを配置いたしまして、 あの一般車のまあ車両の誘導、あるいは利用ルールの啓発を行うなどの対策を講じてございます、また、ですね一般車の車庫え走行ゾーンを明示するまあ看板などを設置するなどの対策を行って、啓発を続けている状況でございます、以上でございます山本陽子委員、はい。はいえー、対策はしていただいているということなんですけど、き、まあ、昨日もねちょっとやっぱりあの直近で現地見てこようと思って行ったんですけど、その入り口のところが狭いですね。 入り口のところが狭いから、あれ、横通って入れない、そこが渋滞しちゃったら、もう先、入れないという事態になるということで、乗り場の設計もやっぱりちょっとね、不都合な点があるんだなということが分かりました、ただ看板、やっぱり立てていただいて、誘導はしていただいたんですけれども、まだまだ改善してほしいということを、たくさんあのご意見、お聞きしました。そういうい声をね聞く場があるのか そして聞いて改善をしていくというような、双方向のね、そういう改善をする場があるのかということを思っております。まあ、ぜひその仕組みがあ,のあるのか、次回、議論したいと思いますけれどもあの、ぜひタクシー団体の皆さんのお声も聞いて、えー、より利用しやすい八丁口の駅前の乗り場にしていただきたいと思います。以上です、はい、この件にに関連して他ごございませんかございいまませせんんかか なければ次に大岩山の是正工事の進捗と周辺の指導について西野委員どうぞ西野委員 あまり時間もないのでまずは確認をさせていただきたいんですがあの大岩山の是正工事についてですがさ、えー、と3月中に終了という予定だったんですがまだ <laughs> 見ていますと重機があのいろいろ動いております、まあ、頂上部分であの参拝の古いわけなどもされているようですけれどもあの進捗状況現状がどうなのか。 そしてあのこれまで工事が完了した場合あの詳細な工事結果も報告されるというふうなことも答弁されてきましたしあのモニタリングを、ね、する場合、えっと、年度末までに詰めるというふうなご答弁もありましたでそれが現状どうなっているのかそしてあの公共工事と同じ基準で最後確認をするという,ふうなこともご答弁あったんですが。 あのその基準がね私,私ちょっと素人なのでわからないのでどういう基準でチェックをされるのか例えばあの雨の量だとか地震の強度だとか植樹されるということなんですけれども食事のどれぐらいの植樹をされるのかそれと定期的に立ち入り検査もするというふうにおっしゃってましたからその辺のことをねちょっと確認をしたいんですがいかがでしょうか。 平井担当部長、はいえもともと大岩山の恒久の的な安全対策としましてあの、何度もご答弁させていただいた4つのポイントということで、えー、斜面の整形と側溝の設置、それから調整池の設置と、えー、斜面の緑化と、この4つのポイントについてはです、ねえー、今まであのご説明してました通おり、3月末までにおおむね、 完成してございますただしです、ね、あの一部の斜面の緑化、これ、趣旨の吹き付けなんですけれども、こちらにつきましては、3月の気温が低かったということで、あの4月に暖かくなってから吹き付けようという,ふうなことで、4月早々にあの日程確保をしてたんですけれども、またその日が雨が降りまして、再日程調整を行っておりまして、です、ね、明日明後日で最終的な趣旨吹き付けが終わるというふうに考えてございます。がが今今動いいいいてるというふうなお話でございますけれどもそれはあの我々が今回の是正命令を 対象外のところであの頂上付近であの成長している工事ではないかなと思っておりますので、我々の命令した部分についてはも今、ほぼ終わっている状況でございます。それからつつ目はのモニタリングの件につきましては えー、あの学識者とも調整しまして、えー、若干の,あの谷埋め形状になっている部分がございますので、その地下水の動向を把握していこうという,ふうなことで、観測性、いわゆる観測緯度ですね、観測緯度も今、掘ってございまして、ただ、掘った後にあのに雨があまり降ってございませんので、その辺の降雨とその地下水の状況、動向についてがちょっと確認しきれないところがありますので、そのへあのデータをこう集積した上で、また学識者と調整してまいりたいなというふうに今あの考えているところでございます。 それからの検査に、3点目、検査についてでございます。こちらの方につきましては、託造法の技術基準に適合しているかどうかというような、こういう視点で検査してございまして、まず、先ほど言いました4つのポイントにつきましてはです、ね、そもそも命令するときに、学識経験者に意見聴取してまして、こちらについてはおおむね妥当なものであるというような見解をいただいたということは、3月の町づくり委員会でも申し上げさせていただいたとおりでございます。その上で 宅造法の現地の検査につきましては、えー、職員、これ、課長の方があが検査したんですけれども、この課長はあの建設局で。 公共事業の検査官をしていた経験のある職員でございまして、これは公共事業と同様の検査を行っております。えー、書面検査として施工体制と安全管理に加えまして、盛り土の締め固めの管理、調整池とか、調整池、それから LV 型擁壁に使用したコンクリートの圧縮強度、それから鉄筋のミルシート、こういったのいわゆる品質管理の確認も行いましたし不可視部分、見えない部分ですね、不可視部分における写真の確認。 それからあの現地検査では出来型図面、これ、現地測量によりベッド作成させまして、こちらに、これらをもとにあの確認を行ったというようなものでございまして、託造法の技術,技術基準を満足するものであったというようなところで考えてございます西委員はいあのー、今、ル,ルールご説明いただいたんですけれども、それ、あのー、 例えば、ね、具体的にあの私みたいな資料とでも分かるように雨量についてはこれぐらいの基準だというふうなさまざまな基準があると思いますのでそれあの個人資料でも結構ですのでいただけたらというふうに思いますあのモニタリングについても今ご説明いただきました分をあのいただきたいというふうに思いますそれとこことはまた別なんですけど大岩山のねそこの 隣接地にまた大量の土砂が <laughs> あの持ち込まれてあの非常に私見てもびっくりしたんですが今でも少しずつの是正が始まってはいるんですけれども、まあ、道との境目に1メートルにも足らないようなね杭が打たれて板が張られてるとこれではなの,あのもし崩れてきても何の効果もないというふうに思いますし。 あのまあ、指導内容を、ね、お聞きしようとは思いませんけれどもあの最終形が、ね、ど,こどうなるまで指導されるのか全量撤去なのかそれともあの全量撤去にはいかないけれども拓蔵で、ね、最低限の基準があるからそこまで持っていくんだとかそこのところはどうなるのかあの地域の方か大変心配されておりますのでその,ごあのことをお聞きしたいんですがいかがでしょうか。 平井担当部長 えっとまずあの前段の,あのえっとどの程度の安全度を追いやま確保できたのかというふうなご質問につきまして、これもあの昨年度の,あの委員会の方でもご答弁させていただきましたけれども、宅造規制法の技術基準に沿って、現地があの完成しているというふうなことでございますので、おおむねあの50年に1度の大雨、それから震度6から7ぐらいの地震に対しての安全であるという,うなこと、こういったものを技術基準の中でうたっておりますので、参考図するとすれば、その数値になるのかなというふうに考えてございます。 それからあの2点目の方、えー、周辺のところであのまたあ、えー、盛り土している箇所があるという,ようなことでございますけれども、あのこちらにつきましては、大岩山のようにです、ね、あの谷筋だったりとか斜面とか、そういったところにあの盛り土したものではなくて、比較的平らな。 土地のところへの盛り土でございまして、それが30年7月の大雨で認定道路、いわゆるこれ、深草トレイルですけど、こちらの方へ土砂が流出したといったところのことを指摘されているのではないかというふうに考えてございます。ここれは違反指指導導ののの事実とかその指導内容こういったものにつきましては こういったものにつきましては、あの本市が行う事務の適正なあの遂行に支障が生じるということと、それと個人保護,情報個人保護の観点ですね、ちょっとあのお答えできませんけれども、けれどもです、ね、これ、あの違反を確実すれば当然、あの適切に指導するというのは、これはあの当然のことでございますので、とりわけ危険な宅地であれば、あ速やかに安全な状態になるように求めてまいりましたし、これからも求めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です、はい、先ほどあの西野委員から 要求のありましたが個人資料でよかったですねはい、じゃあそういう扱いでどうぞよろしくお願いしますこの件に関連して他にございませんかはい、えー。なければ以上で都市計画局終わります理事者お疲れ様でした次の建設局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願いますそれでは建設局の理事者が参りますまで しばらくお待ち願います。 それでは建設局の理事者理事者紹介と事務事業概要の説明を願います谷口建設局長はい建設局長の谷口一郎でございますどうぞよろしくお願いをいたします本市が危機的な財政状況に直面する中ではありますが 令和3年8月策定の行財政改革計画を踏まえ、建設局が管理する既存インフラの維持・保全、激甚化する自然災害に備えるための都市基盤の防災・減災対策、災害からの早期復旧など、必要な取り組みについては着実に推進することとしております。市民の皆様の安心・安全の確保と、財政健全化を両立させ、持続可能なまちづくりに向け、しっかりと取り組んでまいりますので、引き続きご指導のほど、どうぞよろしく。 お願いいたします。それでは建設局の、ええ、理事者をご紹介をさせていただきます。防災減災、公園利活用担当局長の松野光弘でございます。松野でございます。どうぞよろしくお願いします。建設企画部長の今井邦光でございます。 建設企画部技術企画担当部長の梅原達也でございます。梅原です。よろしくお願いします。土木管理部長の藤谷剛でございます。土木管理部道路防災担当部長の長尾幸代でございます。 土木管理部河川防災担当部長の小田孝一でございます自転車政策推進市長の和賀永利でございます道路建設部長の黒井健二でございます道路建設部事業促進担当部長の永田誠司でございます 緑政策推進室長の田中信也でございます田中でございますよろしくお願いします緑政策推進室事業促進担当部長の浅山勝人でございます浅山ですどうぞよろしくお願いします都市整備部長の神原博之でございます神原でございますどうぞよろしくお願いします建設局理事は以上でございます今年度1年間どうぞよろしくお願いいたします それでは、理事者、着席願います。今井建設企画部長、着席して説明してください。はい、ありがとうございます。 それでは建設局の事務事業の概要につきましてお手元のまちづくり委員会資料に基づきご説明をいたします表紙をおめくりをいただき1ページを開き願います第1機構役付職員一覧でございます建設局は4部2室13課11事業所で構成をしております以下6ページまで建設局の組織と役付職員の一覧をお示しをしております 続きまして、7ページを開き願います。第2、事務事業の概要でございます。はじめに、建設企画部でございます。1、建設総務課は、局の所務、予算、決算、および人事労務を担当しております。2、建設企画課は、え括弧3の公共土木設のマネジメント、各個5、局の所管する事業の連絡および調整に関する事務などを担当しております。8ページにお移りいただき、 管理検査課はかっに局が所管する工事の振興管理え、かっ技術研修などを担当しております。次に土木管理部でございます。1。土木管理課は9ページにお移りいただきまして、えかっ土木事務所の業務の調整やかっこ防災調査などを担当しております。2。橋梁健全推進課はかっに橋梁の補修改良等に関する調査計画及び工事などを担当しております。 3. 河川整備課は 2. 河川整備計画等や 3. 河川排水路等の改修等を担当しております10ページを開き願います 4. 道路河川管理課は 2. 道路及び離道の専用事務 10. 不法占拠対策などを担当しております10ページ11ページにお移りいただき 5. 道路明示課は 2. 道路等の認定廃止や 3. 道路の境界明示などを担当しております 次に土木事務所は北部左京、東部南部、西部、京北左京山間部、西京及び伏見の8事務所でございます土木行政の市民要望等の窓口としまして道路、離道、河川、水路等の維持管理や改修災害復旧などの業務を行っております次に自転車政策推進室でございます同室では、っこに自転車に関する施策のほか12ページでございますが、っこ4 自転車の安全利用の推進 5. 放置自転車の撤去などを担当しております次に道路建設部でございます 1. 道路建設課は 3. 道路及び橋梁の新設改良 4. 鉄道の複線化事業などを担当しております 2. 道路環境整備課は 2. 無電中華事業のほか 3. バリアフリー事業などを担当しております13ページでございます 3. 用地課は に公共用地の取得のほか3保証事務等を担当しております次に緑政策推進室でございます緑政策推進室はに公園緑地の新設再整備計画及び利活用等4街路樹の維持管理及び育成7緑管理事務所に関する事務などを担当しております14ページにお移りいただき緑管理事務所は北部及び南部の任意事務所でございます 公園緑地行政の市民要望等の窓口としまして公園緑地の維持管理及び街路樹の巡視等を担当しております次に都市整備部でございます 1. 市街地整備課はかっこ 1. 部の書務等としまして土地区画整理事業に関する事務の統括等のほかえ15ページでございますがかっこ 10. 市街地再開発事業に関する事務などを担当しております 2. 整備推進課は上戸場南部地区の土地区画整理事業を担当しております 3南区画整理事務所は、伏見西部第3、第4、第5地区の土地区画整理事業に関する事務などを担当しております。次に16ページをお開き願います。続きまして、第3、重要事務事業概要でございます。まず、道路、街路事業でございます。1、道路管理、維持補修、交通安全対策等では、舗装道や横断歩道橋などの道路構造物を補修し、各施設の適切な維持管理を行ってまいります。 また、三つけたいアプリを活用し、市民の皆様との共同による公共土木施設の維持管理を推進するとともに、各地域において日常的に利用される道路について、迅速な維持補修に取り組んでまいります。二、命を守る都市基盤防災減災対策プロジェクトでは、橋梁の耐震補強と老朽化修繕を推進するとともに、緊急輸送道路等における災害防除工事などに取り組んでまいります。三、主要道路、主要幹線道路整備では、 国道162号高尾海寮第2工区、国道162号川東第2工区等の道路整備を進めてまいります。4、無電中華事業では、市民の皆様の命と暮らしを守るため、都市防災機能の向上に資する道路である、公園通り、大手筋通り、河原町通り、北大路通りにおいて整備を進めてまいります。17ページでございます。5三条大橋の補修集計では 昭和49年の木星港湾更新以降老朽化が進行している三条大橋について現在の形を継承した木星港湾の取り替え等を行ってまいります。6JR 奈良線高速化複線化事業では JR 奈良線の充実と沿線住民の利便性向上を目的として高速化複線化事業を行うとともに周辺道路整備を行ってまいります。次に、にに自転車政策につきましては、サイクルセンターの活用等により、 ライフステージに応じた自転車安全利用教育に取り組むとともに自転車走行環境整備や放置自転車対策等を進めてまいります次に浸水防御事業でございます 1. 河川排水機場維持管理等では河川及び排水路の改修を進めるとともに春節等の維持管理及び集中監視システムを活用した排水機場の適切な運転管理を行ってまいります 2. 命を守る都市基盤防災減災対策プロジェクトでは 通河川整備プログラムに基づき、治水安全度の向上を図る工事や、河川改修等の整備を進めるとともに、河川点検等を行い、効率的かつ効果的な河川の維持管理を推進してまいります。また、排水機場長寿命化修繕計画に基づき、老朽化が著しい排水機場の修繕を計画的に進めてまいります。18ページを開き願います。3、高瀬川再生プロジェクトでは、令和3年度に引き続き、 五条通りから六軒橋等の護岸回収や水がれ対策等に取り組んでまいります 4. 都市基盤河川の整備では七瀬川・西ずか西羽塚川等の整備を行ってまいります次に緑化推進でございます 1. 緑の保全・創出では公園緑地の維持管理公園施設の老朽化に伴う更新外路樹の育成管理や危険木対策に取り組むとともに外区公園の再整備を進めてまいります 2公園利活用の推進では公民連携により公園や地域の特性を生かした柔軟な利活用を推進してまいります3アメニ整備事業では雨水を一時的に貯留する緑の空間アメニを京都の庭園文化を生かし九条大石橋及び東山庭門に設置いたします4東本願寺前における市民緑地整備事業では東本願寺前の指導及び緑地を 一体的に市民緑地として整備し憩いとにぎわいに満ちた緑の空間を創出する取り組みを進めてまいります19ページでございます土地区画整理市街地再開発事業でございます1、土地区画整理事業では現在施工中の4地区のうち内見西部第3、第4、第5地区においては引き続き道路及び水路等の整備などを行うとともに上戸場南部地区においては幹地処分を進めてまいります に市街地再開発事業では、市街地再開発事業により整備した公共施設の維持管理等を行ってまいります。最後に、駐車場事業は、市が設置する駐車場の管理運営を、基金積立は各基金への積立を行うものでございます。建設局の事務事業の概要に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。以上で、理事者紹介及び事務事業概要の説明を終わります。 それでは次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願いますまもなく正午ですがこのまま委員会を続行いたしますのでよろしくお願いいたします え合わせてえー、概ね1時間を経過しましたので、ただいまから換気を行います。しばらくそのままでお待ち願います。 それでは一般質問を行います昨日までに平井副委員長から公園の管理について蘇我委員から東山山頂公園の利活用についてそれぞれ一般質問の申し出がありましたそこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますそれでは一般質問を行います公園の管理について平井副委員長どうぞ 平井副委員長、えっとあの今回はあの公園の維持管理についてまず質問をしたいというふうに思います。えあの現在あの京都市内でですね地域の公園特にあの外公園ですねあの900近い数があるということでえっとこれまでも報告されてると思いますけれどもえこの公園の管理っていうのはじゃああの。 基本的に一体誰が管理をするのかということまた、それぞれの公園の管理状況は今どういうふうになっているのか特にです、ね、老朽化している公園が増えてきているというふうに思うんですけれども局で認識している公園の老朽化をしている数等 えー、その、まあ、認識ですね、どうしたいということも含めて、認識などをまずあのそれぞれお聞かせいただきたいと思いますけど、いかかがでしょうか田中緑政策推進実長、はいえー、公園の管理に関するご質問でございます、あのいくつかありましたので、えー、順番にご説明したいと思います。あのまず、ですね、えー、と本市管理の都市公園は947ございますけれども、建設局が所管している、今、副委員長ありました外国公園なんかも含めまして、931公園。 あるといいううような状況でございますであの管理につきましてですけれどもまずあの我々、えー、現場の方で緑管理事務所が北部と南部2つございますけれどもその職員を中心としましてパトロール点検等々をしているというのがまず1つそれから、えー、例えばあのトイレの清掃であったりとか、えー、樹木の管理とかそういうもので、えー、に関しましては、えー、民間の業者さんの方への委託をしているところがまずあります。それと えっと梅小路公園であったりとか近江交通公園などにつきましてはあの指定管理の公園ということで指定管理者にあいたこあ管理をお願いしているというような状況でございます。それから、えー、老朽化に関するところでございますけれども、あのー、本市の公園ですねあの繊細にもあっていないということもありましてあの非常に歴史が深いというか古い公園が、えー、たくさんございます。あの今後5年以内にです、ね、先ほど申し上げたあの900余りのの公園のうち 50年以上、50年を経つ公園ですね、そういうものが約4割を占めるというような形かなというふうに思ってございます。で、あのまあ、その後の対応という,かいうところですけれども、やはりあの特に遊具とか、そういうところっていうのはあの、使われている方の安心・安全というところにかかってきますので、そういうものに関しては、しっかりと更新とかですね、そういうものは進めてまいりたい、また進めているというような状況でございます。以上です平井副委員長 あのあのかなり明確にお答えいただきまして、えっと、931公演で、まあ、そのうち50年超えが4割ですね、まあ、だから400ぐらいの公演がその対象になるんではないかとあのいうことで、まあ、歴史的に古いということと合わせて、ね、やっぱりあの多くの市民の皆さんが使いやすいあの公演をしていくということが今求められているわけであのこの間、実際にあの老朽化している公演にあの 生かしてもらったのとまあ元々そのえっと公園の要求いろいろ聞いていましたあの結構古い公園が多いわけですからそのえっと管理っていうのはなかなかいろいろ本当に支障が出てくるわけでありましてまあ、長年に及ぶあの住民要望なんかもえ額からもかなり出されてるんではないかとあのいうふうに思う一方ですねなかなか一向に改善されないと。 とということでの声もあのお聞きをしております、えっと、中京区にある恵比寿川公園ですけれどももともとの形状はトイレに目隠しが全くなく、えー、住民の要望等で,です、ねえっと、一定の目隠しとなるあの塀というか板であの囲いが一手作られていますけれども、まあ、構造からあの考えるとですね 目隠しきれない構造になっているというのがあ,のあって、まあ、そういう面で使いにくいという声が出されているのとまたあの水場がトイレと同じ場所というか併設されているあの場所にあるということでありまして、まあ、やっぱり視界的にもいろいろ見えてしまうということなんかも言われていましたし、えっと、ここはあの保,育所が保育園が近くにありまして。 あのこの保育園の児童さんもかなり使われるということでやっぱり兵も含めてですけれどもあの公園の,そのトイレとしての,ねあの機能が失われてるっていうことをあの非常に見てて感じたのとまあ管理なんかも含めてなかなか大変な状況もあの少し聞かせていただいたんですけれどもやっぱりこういう公園が残されてるわけでありますからまあこういう場合直ちに あのトイレの回収を行うとかあの、手を打つべきだというふうに思うんですけども、この点、いかかがでしょうか田中市長。はい、あの今あの、副委員長の方からお話がありました、恵比寿川公園でございますけれども、あの昭和25年。 かなり古い時に開園された公園ということでございます。で、トイレもあの昔ながらのというか、小、えー、便器とあの大人のとあ座るところと1つずつというところでございます。で、あの今お話ありましたけれどもあの、公園を利用される方の目線に立ちまして、ですね、えー、安心安全、そして快適にあのトイレを利用していただける環境、こういう整えることというのは重要であるというふうな認識は当然持ってございます。ただ一方でですね あの危機的な財政状況に直面しているということから、あのやはりインフラの維持・保全のための予算、あるいは防災・減災対策などを優先的に進めるというような状況でございまして、この,あの行財政の集中改革期間におきましては、あの公園トイレの更新などは現在、見送っていると、見送らざるを得ないという状況でございます。あの引き続きです、ね、あの本州の財政状況を踏まえつつ、対応はしっかりと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます以上です。 平井副長まあだから今のご説明でいうと、まあ、集中改革機関だから金は出せないということで、すべて見送ってる一方で,です、ね、直さなきゃいけないという認識なんかも、今の言葉に示されているなというふうに思ってまして、まあ、公園の中でトイレというのは、かなり公共のものだということで、まあ、いろんな方が使う意味でも公共性が高いんではないかと思うんですよね。で やっぱりそういうトイレの老朽化、まあ、遊具の老朽化も含めてですけれどもあの安全面に関わるものでありまして、まあ、そういうものは本当に直せる予算を作っていくというのがまず僕は前提だとあの思いますし、まあ、あの予算切り縮めてですね今、公園の修繕全くされないという状況になってきているわけでありましてあのそれはあの市民の生活に直結するということになりますし 一方では市民から見れば、まあ、本当にあの税金どこに使われているのかなという話になってくるわけでありまして、まあ、あの業格をあのいつも強調されるんですけれども、やっぱり年度で見ればです、ね、200億円の上振れの予算なんかを全部、公債償還基金の返済にあの行っているわけですから、そこの一部さえ使えばです、ね、あの本来、こういう市民からの声というのは出ない。 いいこととにになってくるというふうに思う思んですよねだから本当にあのそういう形で一切使わずに予算を減らしていくっていう方向なんかは市民的に見てもあの許されない話ではないかというふうに思いますし、まあ、生活に身近なあの公園予算というのはむしろ増やすべきだというふうに思いますが、まあ、建設局の皆さんだけの話ではなくて京都市全体を見た時にやっぱり。 そのちゃんと予算配分を本当にされているのかということなんかも皆さんから声を上げていくということも必要じゃないかなという,ふうに思いますしまあ、してはの最低限、回収予算が作れないということはもう危機的な状況だなとあの思いますしあのリニューアルすべき公園もえと年,年度でえ2つぐらいという。 あの形になっていてい、まあ、むしろ増やすべき公園、要は数を増やすべき公園が増やせないところか、維持管理もやっぱりまともにできないようでは、やっぱり厳しいなと思いますし、まあ、そういう声、あの局内でもぜひ上げていただきたいというふうに思いますあの終わりますすり、はい、この件に関して、関連して他にございませんか。 よろしいですかなければ次に東山山頂公園の利活用について、蘇我委員どうぞ。蘇我委員。それではよろしくお願いいたします。あのお昼も回りましたので、えー、ー短時間で、えー、質疑を得たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 えー、あの東山山頂公園の利活用ということで、えー、数年前の本会議代表質問におきまして、えー、将軍塚あの、東山ドライブウェイその山頂にある公園についてのです、ね、有効利用のどのように考えているのかまた、えー、本市においてもです、ね、2020年度までの基本計画、まあ、その中でにぎわい施設の誘致ということでその中の,この取り組み項目として掲げていただいております。 でえー、まあそういった意味におきまして、現在のですねこの山頂公園についての取り組み、まあ、私はあのなかなかあのしょっちゅうしょっちゅう上に上がるわけにもいきませんので、えー、具体的にどのような形で今、進んでいるのか、そのテーマ教をていただきたいと思います田中市長、はい、あの現在、ですねあの東山山頂公園をはじめといたしまして、あの公民連携公園利活用トライアル事業と。 とといいいううもののを昨年の10月からスタートしてるこの事業につきまして、少しご説明申し上げますけれども、この事業は、都市の魅力や活力、そして、憩いを生み出す貴重な空間の公園ですね、こういうものを最大限利活用いたしまして、その魅力や利便性、こういうことを高めることを目的としまして、民間企業さん、あるいは地域の方による公園の柔軟な利活用のアイデア、これを公と民、 公民連携によよっててて社会実実験として実現しようとししし現ういいるものでございますあの先ほど申し上げましたように、昨年10月からスタートしてございまして、昨年度は、えー、宝ヶ池公園、祝賀公園、新峡谷公園、この3つの公園で、えー、地域交流のイベント、あるいは移動型店舗など、まあ、多彩な取り組みを、えー、展開してきたというところでございます。 あの参加された来園者の方へのアンケートにつきましては、あの9割以上の方が事業の継続を希望されているということもありますということであったので、え今年度もです、ね、切れ目なくさらに取り組みを充実させるということで、先ほど申し上げました東山山頂公園、あるいは丸山公園、桂坂公園、これらの公園での追加をしてです、ね、現在、進めているというような状況でございますす以上です総合員ありがとうございます。 あのまあ、この今取り組みを進めていただいているということで大変あのうれしく思いますし評価もさせていただきたいと思いますがこの東馬山頂公園につきましてはねあの五条通りまたはその三条通りそういったところからです、ねまあ、車でこう行く上においては非常にあのアクセスもいいわけでありまして私たちもあの子供の頃あの夜間景観とかです、ね、そういったことを見、え、つ、ー 見るというか、まあ、非常にあの子供の頃にあの近所のお兄ちゃんなんかに乗っけてもらってですね車にそれであの夜のこの京都の夜間景観をあの楽しんだということを思い出すわけなんですけれども、まあ、非常にあの眺望にこの恵まれているこの山頂公園、まあ、非常にあの大きなこの可能性があろうかと思いますで駐車場もございますしそしてまあ公園もまたトイレもあります。そして 東山の景観という意味におきましてはあのし、えー、少林さんなんかもありますし、えー、やはりいろんな形でこの民間の皆さんのご意見とか、えー、そういうものを活用しながらですね、えー、しっかりとこの可能性をです、ね、生み出していただきたい。 なかなかやっぱり行政の立場で考えると、まあ、そのお金をどうするのかというようなことにもなってくるので、ぜひともこの民間の方々にしっかりご協力をいただきたいというふうに思っているんですけれども、現在のこの山頂における取り組み状況、この点はいかがな状況になっているのか、教えていただきたいと思います田中市長、はい。東山山頂公園におきます、トライアル事業の状況でございますけれども、ちょうど今月の10日からですね、 土曜日と日曜日に、えー、移動型の店舗を出店しているという状況でございます。あのお昼の11時から18時ぐらいまで、えー、ということでございます。で、あのその際にですねあの、出店される企業の方にはです、にはには単にあの営利活動を行うというものだけではなくて、公益にする取り組み、例えば清掃活動、あるいはマナーの啓発ですね、あポイ捨てとかやめてというような、そういうものも併せて行っていただいているというところでございます。以上です。 この工房のです、ね、状況なんかを見てましてやはり、えー、最大限の,この公益に資する取り組み、まあ、これ、非常に大事なことだというふうに思っておりますし、さまざまなこの取り組みをです、ね、より一層この、えー、提案をしていっていただきたいと思うんですけれどもあの、この現在です、ね、この公民連携の,このお東山山頂公園においては、 株式会社メロウといういわゆるどちらかというと移動型店舗ということであのしっかりと様々な取り組みを今日までしていただいている企業さんが入ってらっしゃると思うんですけどもその企業さんがですねまあしっかりあの永続してね取り組んでいきたいというふうに思ってもらわないとですねこの試行期間の間にですねいやもう人も配置し車も配置しそして えー、期待はしているけれどもなかなかその人が集まらないというようなことになってくるとやはりあの事業の継続性というものにおいても事業者の立場に立ってもなかなか厳しいものがあるんじゃないかと思ってます。そしてまたあの多くの方々にこの喜んでいただくようにです、ね、この講演も含めて、えー、より取り組みをこの充実をさせていかなければならないというふうに私は思うんですけれども。 まあその点あの、どのようにお考えか、今後の展開についてのご検討状況を教えていただきたいと思います。田中市長。はい、あの実際にあの手を挙げていただいた方々があの、継続的にしていただくということは大変大事なポイントだというふうに考えております。で実は昨年度からスタートしてるんですけれども、やはり多くの方にその場に来ていただくという意味では、やはり広報というのがすごく大事。 ということであの今回今年度ですねあの申し込みをしていただいた方の中にもその候補をどうするのかということも提案をいただいてそれを我々がまあ見た中で、えー、選定させていただいているという状況でございますあの現状でいうとあの SNS とかがやはりあの広く周知できますのでそういうものもしっかりと活用していくのが大事かなというふうな認識でございます。 それとあの今後の展開というところでございますけれどもあのこの事業を通じましてあの地域の団体の方々や民間企業あるいは大学などの多様な主体が連携する動きが出てきておりますで、今年度はですねこれを発展させまして公園の個性を生かした柔軟な運営を行う仕組み仕組みづくりですねこういうことをしてまいりたいというふうに考えておりますで今からあーまでお話ししましたあの東山山頂公園ですけれども あのー、今ありましたように夜間の話もございますあるいはトレッキングコースにもつながっているというところがございますこういうですねまた、あのー、周辺には住宅がないというこれもある種柔軟な運用ができるという特性かなと思いますのでこういうものを生かした利活用の可能性をしっかりと、まあ、探ってまいりたいというふうに考えているところでございます。以上ででで、はい、れれですすそそれれれぞのね、まあ、東様山頂公園ああるとか宝ヶ池であるととかそれかか宝ら えー、丸山、そしてまた葛原公園まざ、あ、まなこの公園独自のまあ、あの各々の特徴もありますし、ロケーションもありますから、それぞれの特徴をロケーションに応じた形で取り組みを進めていっていただきたいというふうに思っております。あの、やはりこの周辺のこの地域がですね。の方々にも喜んでいただいて、またそのまあ、観光地の分散化ということもよく言われてまいりましたし。し、え、さ、ー、まざ、あ、まにですね。この 京都市が持っているそういうこの資産をできる限り有効に活用しながらですね地域住民の方々にやっぱり喜んでもらわなきゃならないし憩いの場として活用してもらわなきゃならないと思います場所によってはですねバーベキューとかそれからアウトドアの体験それからドッグランそういったことも行われれば、まあ、いわゆる来園者に喜ばれる公園というものもあろうかと思いますし今後この利活用トライアル事業 をですね、しっかり通じて公園の,の柔軟なこの利活用をですねより一層あの進めていっていただきたいというふうに思います。何はともあれやはり今京都市は大変厳しい財政状況でもありますので民間の方々のさまざまなこの、えーご,いえー、ご意見そしてまた、えー、知見といいますかねそういったものをしっかり活用しながらですね、えー、行政主導というよりも民間の方々の えー、思いを優先できるように、またこういうことをやっていこうというようなことを考えられたときに、しっかりとあの支援のできる、まあ、そういうような一つの体制で,です、ね、今後、取り組みを進めていっていただきたいと思いますので、その点、お伺いして終わりたいいと思います田中市長。はい、あの今、委員の方からいただきましたけれども、あの民間の方々、あるいは地域の方々の知恵、あるいはノウハウですね、そういうものをしっかりと活かしながら、かつ、 あの周辺の地域の方々に喜んでいただける、またしっかりとご理解をいただけると、そういうようなあの体制、仕組みというのが、この事業をずっと続けていくためには、非常に大事なポイントだというふうに思っております。これまでもそういう形で進めてきたつもりですけれども、さらにですね今、いただいたご意見をもとに、しっかりと取り組んでまいりたいというふうにこの件に関連して他にございませんか。 なければ、以上で建設局を終わります。理事者、お疲れ様でした。委員の皆さんは、しばらくお残り願います。今年度の議会費予算及び3月25日の理事懇談会の決定を受け、